なんていうの、例えば体重移動するとかしないって合う合わないじゃん、うん、上下動もさ、するしないは合う合わないなのに、うん、右手左手だったら、うん、打つのは右手だよねっていうのはさ、うん、それは合う合わないじゃないんだと思って、うん、それをどうやって判断してるのかなって思ったね。基準が自分の中に絶対あるはずなの、それを決めてる。それをただいっぱい出したい、ね、なるほどね。俺の意見になっちゃうけど、うん、右利きで右打ちで、なんで左で打てるのっていう意見だね、俺は。俺、右投げ、右打ちなんだけど、投げる時も、こうは投げないじゃない？こう投げるでしょ？だから、結局進行方向に対して手のひらが向くわけじゃない？投げる時って。それが多分俺一番強く投げられるともちろん思うんだけど、左手って進行方向に対してこうが向くでしょ？こうで打って、なんか裏剣みたいに、やると感性が出ないのよ。強く振ることはできるかもしれない、ただがむしゃらになるのよ。アプローチは左打ち、ドライバーは右打ちだったら分かるんだけど、話はね、全部右打ちじゃない、もちろん。だから結局弱く打つことも強く打つことも要は調整よね。それをやるのって力の加減ってやっぱ右手に勝るものはないと思うのよ、感覚的に。だから右でやってくださいねって俺は言っちゃうんだよね。うん、でむしろ俺がそれで良かったから、うんうん、良かった基準は人によっても違うと思うんだけど、そ、まあ、個人的に罠にはまらなかったっていうか、うん、なんかうまくいかないところに陥らなかったんだよね、うん、そうこなせた全部、うん、全部それを右で、うん、そうだから向こう進行方向に飛ばすのに左でこうやってコントロールって俺はできなかったのよ、うん、ただ振ることはできたのよ、スピードを全部上げることは。だけど落として感性を出すことはできなかった。あ、なるほど、うん、だから右手にしてくださいって言ったんだけど、例えばさっきトロ君が言った体重移動するしない、体重移動って体のタイミングの取り方だから、どういうタイミングの取り方でも俺はいいと思うのよ。要は打つ方向に対して体重を乗せるのか、例えばウエイトを乗せてボールに力を伝えるのと、あと逆の反発でこうやって飛ばすのと両方あるじゃない、うん、そうだから俺はどっちでもいいよっていうの。確かにそのどっちでもいいっていう項目と、こっちの方がいいよっていうのがあるから、うんうん、そう、その区別をね、うんうん、無意識でしてると思うから、うんうん、それをなんか言葉にできたら、うん、同じ判断基準が持てたら、うん、これは合う方でいいんだ、これはこっちなんだっていう。ああ、なるほどなるほど。初心者とかの人がね、うん、できんのかなと思ったの。勝手に判断できるってこと。その人がそこ、はいはい、できたらすごい強いじゃない。なるほどなるほどなるほど。そんな動画多分世の中にないかな。ないね。そう、例えば昨日トール君が言ってくれた右脇、右脇締める、うん、俺それに対しては締めちゃダメって言ってるじゃない。言ってる。うん、どっちでもいいよじゃないじゃん。どっちでもいいじゃない。それの理由は、アドレス取ってバックスイング上げて打つときにクラブヘッドを戻せって俺は言ってるじゃない、うん、クラブヘッドを戻すときに脇は締める必要はないから、うんうんうん、そうだからやらない方がいいって言ってるのよ、うん、前も動画でなんかやってた、こうボール投げるのも強くバンって打つのも締めないでしょって言ってるじゃない、うん、それなのよ。そうだから締めるんだったらこうやってこっち向きに締めてって言ってるじゃない、こうじゃなくて。そうだからこれだったら体の回転で使えるんだけど、これだったらクラブが降りないのよ。降りないね。そうだからダメって言っちゃう。あ、分かった基準。え今ので分かっちゃった。本人知らなくて、うん、戻せるんだったらどっちでもいいんだ、うん、あーそう、これはカットして俺が恥ずかしいから。いやいや、そういうことでしょ。そう、そうかもしれない。戻せなくなる、左だと戻んない、戻しにくい、うん、戻せないんだよ、うんうん、で、そう、右脇もそうだよ。こうやったら戻らない、戻らなくなるから、うん、戻れば何でもいいんだ。そう、すごいね、それ今聞いてたから。そう、そういうことだよ。そう、多分基準だよ。そうだね、そうだね、そうだね、うん、ハンドファーストも戻んなくなる。じゃあ戻んなくなる、ハンド、ハンドファーストだから。いや、でもおすすめしてないんだ。そう、そう、おすすめしてないでしょ。してない、うん、何かしら理由があって、うん、そうやるんだったら自己判断だけど、普通のナイスショットで普通の飛距離打つんだったら必要ないから。本当だ、うん、あのインパクトゼロができるかどうかが判断基準だけだ。そう、インパクトゼロは今関係なく話はしてましたけど、つながっただけです。で、そう、で今3つ言ったかな、うん、でこれ全部
経験談なのよ俺の。そうだね。うん。だから勉強はしてないんだよね。そう。そうだからすごいトール君とタッグを組んで動画もう何百本も撮ってますけど考えさせられる。本当に。そう。えぐいからね。そう。本当に容赦ないんですよ。そう。ただ改めて自分で自分の動きを意識するいい機会だと僕は思ってます。そうかもしんない。インパクトゼロ。できる、戻せるか戻せないかだよ。そうだね。そこしかないね。ない。だって別に体重移動したって戻せるんだ。戻せる。しなくたって戻せるし。うん、だからどっちでもいいよなんだ。うん。だから頭残しても残さなくても。どっちでもいい。戻せるもん、ね。戻せる。関係ないからね。あ、じゃあそれで判断してもらえば。そう。右肩突っ込んだって戻せるからね。そうだよ。うん。じゃあ、例えば他のレッスンを受けてる方が、先生に、うん、こうした方がいいよ。例えばね、軸動かす人が、うん、いや真ん中で止まって打ちなさいって仮に言われたとしても、うん、それはどっちでも戻せるよなと思えば、うん、好きな方でやればいいし、好きな方、もちろんそうやってね軸を意識しなさい、うん、まっすぐ、うん、って教える人も絶対いると思うの、うん、否定は全くしないし体重移動はしなさいって教える人もいると思うんだけど、うん、もうねどっちでもいい。本当本気で思うもん。関係ないって思っちゃう。それじゃないよね、上達に、あ、うん、そうね、うん、そうそうそう、この質問もね来たよね、トークイベントの時ね、体重移動、うん、うん、そう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 、だから本当に関係ないから、あれ当たんなくなっちゃった、ね、そうなの、そうなの、本当は動くんだけど、うん、真ん中で止まってなさいって言われたら全く当たんなくなっちゃったっていう女性の方がね、うん、そう、止まんなくなっちゃった、そう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 、そんなつまんないことしてダメって思っちゃった。だからね、その方は知らないから、うん、もちろんそうやってね、うん、打っちゃったじゃない、うん、だけど全然いいですよってね、うん、もうありがたいことに気持ちよく当たるようになりましたって ね、 あ、 ね、 ね、お返事来てね、あれめちゃくちゃやっぱ嬉しいよね、うん、このためですと思うもんね、やっぱ ね、 そうだね、うん、話戻すけど、うんうん、もともと右利きなのに左でこう打った方、うん、左手で打った方がいいっていう人も中にはいるのかな。いる、全然いる。左手の人もいいの、実際プロで。いる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 。あ、いるんだ、うん、戻せる人がいるんだ。じゃいる、左手のこの3本、うんをギュッてきつく握る人に多い。あ、うん、左手でこうパーンって返して。ゼロじゃないわけ。そう。例えば左利きなのに右打ちしてる人、うん、レッスンにもね女性の方で来られる方いて、うん、めちゃくちゃいいショット打つんだけど、うん、テニスやってた方で、うん、左利きなのよ。でも右打ちのゴルフをやってんの。そうだから全部左リードなのよ。あ、そう、なるほどね。でもそのターンが上手いからめちゃくちゃうまいのよ。あ、じゃあテニスでこうバックで打ってる感じ。感じ、そう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 。だからこうスライステニスで打つのが得意な人は、うん、多分あんまうまくないと思う。なるほど。パンってこうターン。そこやっぱこれ大事だよね。じゃあそれができればいいはいいの。いい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 。けど簡単なのはこうだから、ね。そう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 。より簡単なのは。うん。その人たちにとってはもちろんこれが簡単なのかもしれないけど、悩んでる人がいたら右。絶対右。あ、じゃあ左利きだけど、うん、まあ、右のクラブが多いから、うん、仕方なく右で打ってんだよっていう人で、うん、返せる人は左手でもいい、うん、左、うん、左手でもいいけど、そう、利き手だもんね、そうそうそう、うん、右利き右打ちだったら、うん、まあまあまあ右だよね。なるほど、うん、そっか、うん、でも判断基準が分かって僕は何よりスッキリしました。本当、なんでこれはどうしてもいいのに、うん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 、これはこっちのがいいっていうものがあるのかなと思ってさ。ああ、なるほどね。確かにそれ言われたら。やんないからさ。うん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 。それな、どっかで基準があるんだろうなと思ってたんだけど。確かにね。それが分かってよかった気が。本当に今分かった。いや、俺もね、言われて初めてだね。戻せるかどうかで言ってるっていうのが。うん、なんかやらせみたいになっちゃったけど。確かに、確かに。結論が気にする。本当に今だから分かった。確かに。そうだね。そうそう。昨日 LINE もらったんですよ。で、さっきのさっきまで別にこんな会話しなかったんですよ。で、なんかいきなりじゃあ普通の会話撮ってみようかから始まった動画なんですけど、そうだね、そう、 そうかもしんないね、うん、戻せるかどうかの判断基準だね。あ、でもあれだ、そもそも、うん、それどっちでもいいことがあるっていう前提も必要ね、そうすると。初めて見た人は、うん、どっちでもいいって何ってなるじゃん。あ、なるほどなるほど、そもそも、うん、どっちかが正しいって思ってる人が中にいるかもしれない。あ、ゴルフの理論って前あの動画でもお話しさせていただいたんですけど、表もあれば裏もあるっていう感じで、 A の理論があったら B の理論ももちろんあって、それどっちが合うかってことなんですよ。
だから間違いとか正解とかじゃなくて、自分がどっちの理論を取り入れたら動きやすくクラブが戻せるかっていう方を選択していただくって感じなんですよ。そうだから、その中で先ほど話してた戻せないこと、クラブがインパクトで戻せない動きになってしまうんであれば、どっちかを消さなきゃいけないんですけど、両方戻せるけども、どっちの方がいいのって言うんだったら動きやすい方がいいです。なんでさっき例に出した体重を移動しないで真ん中で打つのが一つ目の理論で、二つ目の理論は体重をこうやって移動させて打ってスイングしてあげる理論が二つ目なんですけど、この一つ目と二つ目で両方こうやってください、こうやってくださいっていう、もちろんレッスンもあるんですけど、本当にどっちでもいいんですよ。体重移動してもしなくてもいいですし、そういう決めつけっていうのがない方がいいんで、理論に対しては必ず裏も表もあるっていうような意識でこう取り組んでいった方がいいですね。理論に対して頭残す残さないもそうですよ。前傾姿勢がなんとなくアドレスの角度をキープできてたら、残しても残さなくても、要はこうやって打ったってこうやって打ったってあんまり変わんないんですよ、結果として。そうだから、動きやすい動き方の方がいいですよね。シャロースイングは戻ってこなくなるんだ。ね、戻せんだったらやってもいいですよ。うん、あのね戻せないんでしょ。言うかな。今トール君、戻せるならやってもいいんでしょって言ったんですけど、俺の発言としては戻せるものならぐらいのこと。それぐらい難しい。戻せないんだ。戻せるレベルじゃないもんね。こんなに下ついちゃうぐらいの感じ。そうで、なるほど、うん、ちなみに僕は 120% 無理でした。無理です、うん、やる気もないけどね、うんうん、無理だから。かじったけど俺これだったらもう一回100切りからかなと思ったもん。本当の本気で100超える。超えるね。見よう見まねで18ホール全ショットシャロースイングやってっつったら、うん、本当に100近くいくんじゃない。まず常に目土袋持って打ったところ砂撒いていかなきゃダメ。俺はね、うん、穴開いちゃう。温泉出ちゃう。本当にやばいもん。もちろんそのね、語弊があるとあれなんですけど、それをやってうまくいく人もいますよ。僕はうまくいかないっていうだけなんで、ただおすすめはしないです。本当に先週もレッスン来た方がシャロースイングでスイングぶっ壊れましたっていう方が来たぐらいだから、本当壊れちゃう人が多いんじゃないかな、ね、だからシャロースイングをやってうまくいった人はそれが合ってたんだろうね、もちろんね、うん、あんま大きい声じゃないけど優勝したね。そう、優勝した。優勝した ね、 ね、あ、そういうことだ、ね、うん、そういうことだな。多分ね、俺発祥は日本じゃないっていうのもあるし、ってことは体パワーが違うってことよね、うん、そう、戻せるパワーをお持ちの方はおすすめしますけど、俺が今現時点で知ってる理論の中で多分マックスな難易度、あ、そう、うん、だと思うよ。なんで生まれたんだろうね。やっぱりね、クラブをまあ低く入れてフェースコントロールがうまくいくように理論として生まれたと思うんだけど、そういう何テクニックとかコントロールに対しての理論って飛ばしとは無縁だから、全部無縁。そう、飛ばすための理論は飛ばすための理論だけであるから。そう、コントロールとか球筋とかスイングの動きをどうの、クラブの入射をどうのっていう動きの理論あるじゃない。あれは飛ばしとは無縁だから。そう、飛ばすための理論じゃなくて、いかに点で攻められるかの理論だから。もともと飛ぶ人がやってんの。ああ、言っちゃったね、正解ね。もうまさにそう。気にしてないっていうか、うん、もうその飛ぶ飛ばないは気にしてない人が。そうだから、300ヤードから350ヤードの人で、うん、ドライバーね、うん、でもうある程度飛距離はいらなくて、うん、より精度を高めたいがための理論がほとんどだから、1ミリでも頭に飛ばしってある人はやらない方がいい、うん、そういう理論じゃないから、うん、別でじゃあ飛ばしの理論があるから、そっちをやった方がいい。そう、そっちやった方がいい。そう、理論としてどっちでもいいっていう理論は両方戻しやすいってことだよね、うん、で
俺がダメって言ってる理論っていうのは間違いなく戻しづらいでしょうっていう判断してる理論になりますので、それを踏まえてもう一度動画見ていただけるとありがたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。